はいどうもポール・モンキューです。本日はですね「誰一人取り残さない」を取り上げたいと思います。この言葉一見素晴らしいいと思いますですが実は内容としては危険だなと思いますね。番質の高いいい教育をみんなにいいことですねですが平等教育ってことですよね。みんなに同じカリキュラムで一斉に授業をすることが、まあ、今日本では多いわけですけど。 そうすると伸びる才能を潰すすすってこことででからこの方が大変危険ですねえ伸びる人はどこまでも伸ばさなきゃいけないその才能を発掘してそれを潰していくってことは30人になり40人なりいたらですねその、えー、インプットの仕方、理解の仕方、えー、その方法にも40通りあるわけで,で40人いればで覚えるスピードだって40人違いますよ。だから 同じ授業を聞いたってどれだけ残るかって全然違います全員違いますそんなことを毎日続けているわけですから、えー、身になるのかどうかということもありますしあとは一世、まあ、授業には意味があると思いますけども大事なことはこの人キラッと光る才能があるなってことを周りが見抜くことなんですね見抜いてそれを伸ばしてあげることなんですそれをしてないですから毎日毎日、えー、同じカリキュラムをずっと まあえー、永遠続けけていくわけですねその人の個人個人の才能に関わる全く関係なく誰一人取り残さないということは、えー、あまり理解が良くない人に合わせがちですからなおさら才能も伸びなくなるということです。1番、えー、貧困をなくそうそれは当たり前ですですがじゃあどうすんのって言った時に個人あの貧しい国なり貧しい人が自ら貧しい国になり貧しい人が自ら 自分で努力して意欲的に何かをしていくように持っていかなきゃいけないわけですけど、えー、どっかの国へ、えー、豊かな国から物を運ぶ、えー、食べ物をあげる、えー、医療的な、えー、訓練を施してあげるそれを繰り返していてはだめなんですよねその人たちが自ら、えー、意欲的に何かをしようというふうに持っていかなければいけないんですがただ物を金をあげてるだけですよねで例えば えとエネルギーをみんなにそしてクリーンにって言ってるわけですけど、えー、とこれだって、まあ、みんなにエネルギーをということは、えー、とエネルギーがいらないところもあるわけで、えー、そこに提供してもしょうがないわけで、えー、と今その電気がなくても困ってないよっていうような場所になって、えー、電気を無理やり引くわけでしょ、えー、電気がないなんて非人道的だみたいなことを言ってでそれは違うと思いますねあとは、えー、人役の不平等をなくそうと不平等 っていうのは、えー、人間って全員違うんですから違いしかないんですからそれを同じにしようってことはそもそも間違ってますよねそして、えー、気候変動に具体的な対策を気候変動します当たり前です、えー、地球は変動を繰り返してきました46億円歴史の中で氷河期があり寒氷期があり寒氷期の中で温暖化したりまた寒冷化の時代が来たりとかそれを繰り返しているわけですから気候変動は絶対あるわけです で具体的な対策できませんよ地球規模の地球がやってることに対して人間がどうこうしたって変わるわけがないしむしろ変えちゃいけないし何を言ってんだって話ですねで、えー、海の豊かさを守ろうそうですねで15番ですよ陸の豊かさも守ろうとだったら山の頂上に太陽光パネルがんるんじゃないよ そんなことしたら、6番「安全な水とトイレを世界中に」えー、山がきれいな水を持ってるわけですからそこの太陽光パネルをちょ山の頂上にです、ね、置いてです、ね、であんなの有害物質の塊ですから、えー、山一つの,その水を水源を潰しているようなもんですからね全然守れてないじゃないかと。16番「平和と公正をすべての人に」「平和っていうのは、えー、戦争がない状態です」「戦争がない状態っていうのは矛盾やさまざまな対立があって でも戦争がない状態ってことですねで戦争がない状態が続けば続くほど、えー、国同士の利害関係とかがどんどん,どんどん対立激化していくわけでそれがバーンと破裂したら戦争になるんですねで戦争が終わるとその矛盾や対立が一旦干渉される解消されるからまた戦争がなくなるから平和なんですねで平和な時代が続けば続ければそれだけ対立がまた矛盾が出てくる え対立が生まれてくるだけど誰かが我慢するとかいろんなことをやりながら平和な期間がずっと続くんですよ、えー、戦争のない状態が続くんですよだけどまたボーンと破裂するんですよ、えー、対立がねまた矛盾が激化してその繰り返しをしてるわけですということは戦争と平和を繰り返してるってことですよ我々はそして戦争の前には必ず平和があるんでこのサイクルから我々は抜け出さなきゃいけないんですよ だから安全ですよね。我々が求めるのは安全です。安全保障です。どんなに対立があろうと、それを解消できる力、そしてそういう世界関係を作るということ、つまり安全をどう作るかということです。平和を求めていたら戦争は必ず起きるんです。安全を目指さなきゃいけないんです。安全保障ですね。で、パートナーシップで目標を達成しようということは、みんなを巻き込んで、つまり誰一人取り残さないという膨大なお金を、 みんなで出そうねってあなた出さないんですかみたいなあなたの国はお金出さないんですかそんなこと許しませんよってことですから、えー、全世界の,その富をですね、えー、例えばその気候変動に具体的な対策のためにお金を使うとすればそれはいくら使ったって解決できないことなんでそこにお金を投入する道を開いちゃってるわけですよそうするとこの企業を潰してやろうっていった時にあなたの企業を出さないんですかつって SDGs やらないんですか。 という縛りの中でそんなところにお金出してもしょうがないのにその企業が発展するための大事な資本を、えーまあ、使っても意味がないところに取られちゃうわけですよ。こんなことが世界中に起きている誰一人取り残さないは大変危険ですね。